ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木町田です。本日は奈良市般若寺町にございますコスモス物語1階のお部屋を紹介させていただきます。こちらのお部屋は 2DK のお部屋を 1LDK に改装しておりますので、非常に広々とした綺麗なお部屋となっております。それでは早速中を見ていきます。まずこちら LDK のスペースとなっております。もともとこちらに壁がありまして、お部屋を仕切っていたんですけど、壁を取り払っておりますので大変こうゆったりとしたサイズとなっております。こちらのお部屋は東向きのお部屋となっておりまして、バルコニースペースもですね、しっかりとした広さがございますので、洗濯物なども十分干していただけます。またキッチンはこちら奥の方に独立タイプのキッチンとなっております。こちらのキッチンもかなり幅が広くて使いやすいキッチンとなっております。収納の方もですね、上に収納がございまして、下の方もですね、このように収納となっております。ガスコンロはこちらに置いていただいて、すぐ横のところにはですね、こちらリモコン給湯の方もございます。また冷蔵庫など置いていただくスペースもこちらに準備されております。こちらのお部屋のセキュリティ面といたしまして、こちらですね、モニター付きのインターホンをつけておりますので、外の様子がすぐに分かってセキュリティもバッチリなお部屋となっております。それではこちらですね、洋室を紹介させていただきます。こちらの洋室も先ほどのバルコニーに出れるようになっておりまして、収納の方がですね、こちらたっぷりとしたクローゼットタイプの収納となっております。丈の長いコートなども十分かけていただくことができます。それではお風呂などを紹介させていただきます。こちらですね、まずこちら洗面所がございます。洗面台は人気のシャンプードレッサーとなっておりまして、こちら奥の方に室内洗濯機置き場がございます。またお風呂の方もですね、大変広くなっております。ゆったりくつろぐことができます。またお手洗いもこちらにございまして、ウォシュレットタイプのお手洗いとなっております。洗面所を出ていただいたところに玄関のスペースがございまして、玄関にはこの大容量のペタ箱もしっかりとございますので、靴もしっかりと収納できます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。